動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。暑い日々が続きますね。あなたはいかがお過ごしでしょうかいろんなメーカーから発表があったんだけど、個人的にオタファがすごく気になったニュースをピックアップしていきます。全国のガング野郎集結せよ。オタ,タ,タファのガング野郎日記。 えっと、全部概要欄にリンクがあるので、この動画が見終わった後は、ぜひそちらも合わせてみてください。まずは、センチネルさんですね。え、この動画投稿している昨日、生スパロボチャンネルにて発表がありました。スーパーロボット対戦 OG シリーズから、ライオボットソウルゲイン。こちらがついに、受注開始となります。え、ちょっと見ていきましょう。レレ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 レいやー、来たよ。 お値段39,600円、えー。来年ですね、2025年6月発売となっています。お値段聞くと、パッと聞きは高いかもしれないけど、もうもうもう、これは決定版です。もう言わしてくれ。<laughs> もう出る前からあれなんだけど、もうこの造形と材質にね、合金がふんだんに使用されていて、この塗装がとっても綺麗でした。貫け。やつよりも早く。 いやあ,あの、スパロボみんな、あなたはやってますかね僕はスパロボ A めっちゃやり込んでたんで、で、ソウルゲームも使ってたんで、すっごく思い入れがありますね。映像作品だと結構敵で登場することも多いんだけど、えっ、ー、と、今日に至るまでの、えー、スパロボ OG だと、まあ、今は自分ユニットとしてね、使えます。何よりスパロボ A やってると、めちゃくちゃ感情移入するんだよな。なるようにならね、というわけで。 コ、えードキリン。この一撃で極める。電いや。これは必殺技を今再現してるんだけど。えー、リミットを解除するとここが発光する。あの、光るんだけど。これを LED 内蔵のクリアーパーツでリミット解除状態を再現していたりとか。各種の特徴的なレンズパーツはブラックライトに反応。で、あとは、あ、そうそうそう。この赤いレンズに交換することもできます。角の部分。これも、えー、差し替えで再現できます。わー、かっこいいし。 稼働もすごいね。特にこの指がフル稼働になっていて、前回のコンパチブルカイザーの時もフル稼働でした。これ大きさが約25センチとのことでしたね。ビンデル、借りるぞまだだまだ終わっていないこれはですね、スパロボ OG の G アニメですね。G インスペクターの終盤。これがね、特典でついてきますね。センチネルストアで購入すると、ツバイザーゲインの左腕。 えー、残影玄武団が特典として付属します。ツバイザーゲインの左腕ついてくんだよね。これはもうストア限定特典ということで、僕はもうストア一択ですね。で、話ちょっとそれるんだけど、えー、来月9月には大前川がもうそろそろ到着予定となっていて、大前川も特典なんかがありましたね。大前川も楽しみです。ソウルゲイン2024年8月26日より受注開始。で、これだけでは終わりませんでした。 そして、新情報、その2。えー、同じくスーパーロボット大戦 OG シリーズから、ライオンボット、バイサーガ商品かけて、いやもう、センチネル一生ついてくわ。いやー、す,すごいいい時代ですね。これもまたね、えー、スパロボ A で、えー、初登場してた、えー、お馴染みのバイサーガですね。ラミアが、あアニメではね、乗っていました。商品かけて、うわー。 ソウルゲインと、あの、ちょっと似ている部分があるんだよね。なんだけど、お今回のバイサーがも。いやー、バイサーがこれは完璧に、自分が知る限り初の立体化ですね。プラモンにもなってないし、他の完成品でもなかったね。バイサーが、これだけ素晴らしいクオリティで拝めるとは。ちゃんとね、あの、 この剣を、五大剣って言うんだけど、この剣を鞘に収めて手に持たせることができます。で、布、えっ、ー、と、マントの材質が布っていうことだけは今決まっているそうですね。いや、リアル闘神で見てもかっこいいなぁ。えー、バイサーがソウルゲインと、そうそうそう。マントは布製。武器の五大剣は鞘から抜き刺しが可能。 いやー、これ、シリーズ続々登場というわけでね、こうご期待ですね。今のところセンチネルさんで発表があったのは、正式な発表ではないんだけど、アウセンザイターとか、はたまたインタビューではね、大雷王を出したいななんていうことを言ってましたね。これも楽しみです。テラダさんの監修とセンチネルさんにはね、頑張っていただきたいですね。一スパロボバファンとして盛り上がっていきたいなと思います。 さあ次は SMP 見ていきましょう。まずはスーパー戦隊シリーズから、聖獣戦隊銀河ガマンのブルタウラスですね。えー、これはね、見どころは、えー、ブルブラック。えー、これとちゃんと基重合進できるところですね。劇中同様の変形合体ギミックで、このように合身します。えっ、ー、と、これの見どころは、放映当時の玩具にも採用されていたスパイラル変形システム。 ぐるっと回しながら拳が出てきたりとか、足が伸びながら、こう回る。この変形システムをね、採用しているところです。これは手触り気持ちいいだろうな。そして SMP ならではのね、えー、フルアクション仕様となっていてかっこいいですね。で、ここの部分はちゃんとチェーンになっていますね。ブル、ブルチェーンソード。うん、剣、チェーンがついてきます。それからナイトアックス。 このアックスもついてきます。あとはギンガマンといえば、あ後半おなじみのこれですね。超走行銀、銀害を。これにすることもできるパーツがついているんです。これは嬉しいですね。銀河、大獣王切り。で、ここのやりとりを見るとね、555のことが書いてあって、そうです。このビクトリーマーズに装着できるこの超走行パーツがついてくるんです。 これはあの映像を見てた方はお馴染みというかなんだけど、まあ、実際の玩具で再現しようとすると、当時のデラックスね。大きさが違うんで、まあ、これ、これが再現できなかったのが、まあ、今回 SMP で初再現可能となるわけですね。実に25年。いやー、すごいところまで来たね、僕たちね。<laughs> 早いな、25年。ここよく見てください。これ、銀外用とビクトリーマーズ、それぞれについてますね。 一つのパーツじゃなくて、えー、別です。で、えー、この台座がついていて、これもよーく見ると二つ、二セット分配置されていることがわかります。これは僕はもう予約したか。これ楽しみですね。さあ次。ハイグレード144分の1スケールドラゴンガンダムです。これはもうすでに予約、が終わって、 で、一回売り切れたんだけど、おそらく二次受注があるんじゃないかなと思います。ドラゴンガンダムですね。個人的にこのシャッフルドーメンの中で、一番好きかもしんねえな。このドラゴンガンダムめっちゃかっこいいです。で、これはね、えー、予約結構大変だったんだよね。僕は予約挑んだんだけど、見事に玉砕し、えー、うちの <laughs>、うちのファイナルウェポンの、 え、妻が、無事に、え、確保してくれました。本当に嬉しかったですね。まあ、これ届いたら組みたいなと思います。これ、付属品が、すごく豊富なんだよね。驚きました。えっと、今のところ144分の1だと、ガンダムローズ。で、あとガンダムマックスター。で、あと過去に、え、ハイグレードで出てるんで、シャイニングガンダムが。そうすると、ボルトガンダムか。残すところは。ボルトガンダム、順当に出てほしいね。あ、そうそうそう、こういうね。 エフェクトが豊富に付属しています。プラモデルオリジナルギミックとして、えっと、この漫画版のこのギミックも採用でき、あの、再現できます。シャッフル同盟。わすごいですね。夢です。さあ、もう一つ、デラックス超合金のマクロス行きましょう。えー、これは劇場版に登場した、あ、劇場版、マクロスデルタ絶対ラブに登場した、 ドラケン3の防具機ですね。これ、序盤に登場したやつになります。赤の機体なんだけども。これが、今、発売ということで。えっとね、これは、えっと、いつだったっけな何年か前の魂ネーションで見たことがありますね。今、発表となりました。これ、パッと見る限りは、あと、あの何、何アタッチメントのウェポンパーツとかはないですね。 過去に発売されたものとののととと違いいいははカラーリングとあとは防具のフィギュアがついていますこのパイロットフィギュアが新規造形になるっていうのは結構珍しいなと思います。この動画を見てるあなたはマクロストイ集めてますかこのね、ドラケン3は自分が今まで知る歴代のこの問いの中ではぶっちぎりで変形難易度が高いんだよね。素晴らしいのと同時に変形難易度はとにかく高いですね。 結構細かいところをね、合わせたり、まあ塗装の擦れなんかを気をつけながらやらなきゃいけないんで、個人的にはこれ変形させるの大変だなと思っています。ただかっこいいよね。これも予約しようかどうか、今考えているところです。さあ次はトランスフォーマーです。これは海外のサイト、ロボットキングダム。僕も過去によくサンプルのレビューをよくやっていたサイ,サイトなんだけど、ここで、えー、僕たちトランスフォーマーファンはね、えー、大いにえ話題が え、話題が湧きましたね。この劇場版のザ・ムービー。86年版のスタジオシリーズ。これでコマンダークラスのオプティマスプライムが登場です。トランスフォーマーあまり詳しくない方のために説明すると、コマンダーはでかいクラスですね。結構でかい。マスターグレードよりもはるかに、一回り、頭一つ分ぐらいでかいサイズ感のシリーズなんだけど、あ、あのクラスなんだけど、そのコマンダークラスで オプティマスです。いや、ついに来たな <laughs> これぞ決定版だよ。いや、もう本当に母ちゃんだよ、これは。伝説となると思いますね。今まで色々なオプティマスプライムが本当に発売されたけど、もうこれぞ、まあ、オプティマスの決定版と言えるような仕上がりになってんじゃないかなと思います。ちなみにこれは予約開始がちょっと前にあって、11月発売予定だったんだけど、 な、なんかわかんないけど、予約、あの、発送が早まって、もうすでに香港を経ったとのことで、もうそろそろ届くんじゃないかなと思いますね。ちょっと気長に待ってようと思うんだけど、届き次第、レビューしたいなと思っています。これは、えー、商品としては本体に、あとトレーラーと、えー、ローラーとか、いやえっ、ー、と、この、あた、あの、ベースモードを再現することができますね。このトレーラーが結構でかいらしいね。だからロボ本体、 じゃなくてトレーラーの分もあるんで、これがね、まあ今の原稿サイズのリーダークラスよりちょっと大きい。だから原稿のコマンダークラスよりちょっと小さいぐらいだけど、まあ他のキャラクターと並べてすごくいいサイズですね。これは、えっ、ー、と先に発売されたマスターピースバージョン3のオプティマスプライムを彷彿とさせつつも結構変形ギミックがこれの方がなんかもうちょい洗練されてるかなと。 個人的には思いますね。あの側を裏をてひっくり返すような複雑な変形じゃなく、うん、程よいパズル変形になってて気持ちよさそうなんだよね。これ楽しみです。ちなみに、購入価格は、えー、僕はこれだったんだけど、えっとね、なんやかんやでね、今海外から物買うのすごい高いんだよね。送料を合わせてなんやかんや、19000いくらですね。約2万円です。 まあ、日本でコマンダークラス発売される際はどう、いくらぐらいだろうな ?1 万5、6千円ぐらいまあ、海外で買う分ちょっと高いかもしれないけど、まあ、僕はその分ね、早く手に入るので、まあ、その早く遊べる台だとしてね、うん、まあ、僕は、あの、それではそれで、あの、いいかなと思っています。もちろん国内でも、まあ、まず、国内でも出るでしょう。これ出なかったら暴動起きるよね。<laughs> と思います。海外、に国内版出ても欲しいなと思います。トランスフォーマーは以上。さあ次。アクセスフラッシュ。メカスマから1分の1スケールの問いが発売されましたああ。予約開始となりました。グリッドマンユニバース、それから電光超人グリッドマン。それぞれプライマルアクセプター。えっと、こっちのプライマルアクセプターの方はグリッドマンユニバース。つまり劇場版仕様となっていて。 電光ジ人グリッドマンはもうまさにあの当時のあれが出るという感じですね。わー嬉しいですね、えー。前回発売された、えー、やつと違って塗装が明るい金色に変更されているとのことです。それから劇場版のそのセリフを足す収録とのことですね。一部テレビシリーズの音声も含まれているということなんで、まあサウンドがね、新しくなっています。 あとは新モード追加ということで、ハイパーフィクサービームモードと、あと、ユーターモードというのを新たに追加とのことですね。グリッドマン、今だけちょっとごめん。これはあの、エピソードの最後で、ちょっとね、何かがあるという。まあ、これが出てるってことは、この音声が流れるんだね。いいですね。これは YouTube の,の解説動画もあるんで、ぜひ見てください。特にこういう音が鳴るアイテムに関してはね、実際に見てみるのがいいと思います。 それから、電光超人、グリットマン、アクセプター。いやー、これはありそうでなかったリメイクアイテムですね。待ってましたね。これ欲しいプロップを参考に劇中のフォルムを徹底的に追求し、完全新規造形で商品化されています。各部が発行。あと、サウンドギミックが鳴ります。いいですね。グリットマンの声。あと、各部にボタンがあって、変身シークエンスを再現できる。 商品となっています。おグリッドマンやナオトの、えー、音声が入っています。これも YouTube に動画があります。こちらぜひ見てください。出演者コメントも到着していますね。ありがたいことに、このナオトの役の方もね、今こうしてグリッドマンに携わって、えー、お仕事してくださっているのが本当に嬉しいですね。緑川さんのグリッドマンのインタビューもありますよ。14,900円。 共に14,900円。12月発売となっています。さあ、メカスマからは僕的にはニュースもう一つ。勇者特急マイトガインのザガ体マイトガインシリーズ。ついに、このカイザーキャリアの予約が開始ということですね。マイトカイザー。これのトレインモードですね。ドリル特急を再現するためのカイザーキャリアです。これはな。 あの時買うって言ってた人はマジで買ってくれよ。これほんとでかいです <laughs>。まあ冗談なんだけどね。うん、買える欲しいなっていう人はね、ぜひ買ってほ、買って欲しいなと思いますね。まあ僕の中では無論、やっぱり、やっぱこれありきだからね、マイトカイザーね。この3体が合体したと全くこれ消えるけど。でもやっぱりマイトカイザーはやっぱこれ、ここからスタートするからね。 で、ちなみに、えっ、ー、と、マイトガインの座合体は、ブラックマイトガインか、もう発表があったんで、まあ、まだまだ続きそうですね。いけるところまで僕は行ってほしいですね。僕からの情報は以上。というわけで今回のロボメカ各社の新商品発表とか予約開始アイテムいろいろ見ていきました。ま、あくまでオタファが気になったものとして見てきたんだけど、あなたはいかがだったでしょうかえ、概要欄にね、それぞれのリンクがあるんで、ぜひ、あなたの目で見て、えー、確かめてください。 もしくは、あなたが今気になっているものとか、そういったものもぜひ教えてください。他にもね、ここ最近で実にいろんなものを発表がありましたね。CCS トイズからはアルトアイゼンが出るし、それこそスパロボディエヴァ SMP でアストラナガンとか、まあ、そういったものも発表があったし、ザガタイのフルパワーグリッドマンももうそろそろ届いたり、いろんなニュースが各社であります。もしよかったらぜひコメントで教えてください。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おたおでした。